右と左はアメリカ人がカウィンスローホーマーが最晩年に手がけた油彩画である。1909年制作描かれたのは飛び立つつがいのホウジロガモお漁師が散弾銃で射撃した瞬間で間違いなく仕留められた。 画面右の人ははすでに落下しつつある。後に付けられた現代は、射撃用語ライトレフトのことで、複数の標的に向けて左右交互に連射する際の掛け声であり、その動作の名称でもある。島で2年足らずの時に完成して、ホーマーにとって最後の大作であり、その由来、構図及び意味に関して様々な解釈の的となった作品である。 ホーマー後期の他の傑作と同様に、この作品は、初期の資料に関する題材へのホーマーの回帰を示す、ものであり、また、このテーマに取り組んだ最後の作品となった。デザインは、日本美術のそれを思わせる。構図は、ジョン・ジェームズ・オーディボンの彩色版画のそれに似ている。1九0年五月、ホーマーは、軽い発作の影響で言語及び体の制御の一時的な、 障害をこむった。6月4日、彼は兄弟のチャールズ宛てに手紙を書いて送った。私は以前のように描くことができます。私は片目をポットに、そして他方の目を煙突に置いているので自分の絵をますます良いと考えます美術の世界における新たな出発です。7月18日には自分は能力を取り戻したと書き記したが、 過去20年間やってきたようにネクタイを結ぶことはできず。4.5日目ごとにやろうとしましたが、無駄でした。と記した。ホーマーはその後も完全に回復することはなかったが、対策を試みることができるほどには健康であり。おそらくは、1908年12月8日付の兄弟、チャールズ宛ての手紙で言及していた作品が右と左だったのであろう。私は、 十分に明るい時に大変驚くべき絵を描いています。ウィンスロー・ホーマーエーグッド・ショット、アデランダックス、放台は未確認。1892年の作。水彩画。ワシントン DC のナショナル・ギャラリー・オブ・アート所蔵。漁師を遠い構成要素とし、撃たれた鹿を前傾に置く。この作品は、右と左の構図を先取りしている。 ホーマーの電気作者たちは、この絵の着想と創作当初の事情について様々に異なる説明をしている。ホーマーの最初の電気作者ウィリアム・ハウダウンズは、絵に利用されたカモは、感謝祭の晩餐のために画家によって購入されたと書いた。ホーマーは、カモの羽衣に感銘を受け、それを絵に描いたのだという。ホーマーの老いが、ホーマーの別の電気作者、 フィリップ・ビームに語ったところによれば、その秋、画家の友人、フィニアス・ダブリュース・プレーグが、プラウツネックで打ち勝ったカモを、ホーマーの画室の扉にぶら下げ、その配置が、絵のデザインの霊感を与えたのだという。しかし、オーディボンが、魚に似ており、私の意見では食用には適さないと評した、ホージロガモの味を考えれば、食用とするためホージロガモを入手したとする点で、 いずれの話も全く信じることはできない。同様に、ホーマーがこの絵を描くためにした準備についても様々な話がある。ダウンズは、ホーマーが二連式三弾銃を持つ男と一緒に、船で海に出て行き、撃たれた鳥の動きを研究したことを詳しく述べている。ビームによれば、ホーマーは、プラウツネックの崖の頂に立ち、隣人、ウィルグージンズが、 沖の小木船から彼の方向に向かって空砲射撃をしたと述べている。しかしながら、フォーマーは1864年に南北戦争で撃たれる側の兵士という題材、ディファイアンス1892年には遠くにライフル銃の荘園を前傾に致命傷を負った死化を描いた A グッドショットアデランダックスを制作しており、すでに三段銃の射撃を受ける側からの資格からの 描写は手がけていた。とりわけ校舎は、右と左の構図と糸を先取りしていた。オーデュボン、ホージロガモ、ゴールデン、アイダック、その抑えられた色と、非凡な構図が、日本美術に影響を受けたものであることは、美術史学者によって指摘されてきた。これは、丸山王居、広重及び北斎による鳥類の題材と比較されて、北市、1988年に、 パリで開催された大規模なジャポニスムの展覧会にも展示された。さらに、この構図は、ジョン・ジェームズ・オーデュボンの版画、ホージロガモにも似ている。鳥類を、もっぱら、ひせる、生物題材として描く伝統に対して、右と左は、死の、まさにその瞬間を描写しているところに独自性がある。彼らの素早い動きにもかかわらず、 トリラは速射で凍らせられたかのように見え、そして見る者は漁師の斜線方向にあって、文字通り鳥の立場から見た長官図を提供されている。絵は暴力的行為を描いているが、その美的形式は鋭く焦点を合わせた超然的なものであり、ワシントン DC のナショナルギャラリー・オブ・アートのニコライ・チコフスキー・ジュニアはこれを鳥たちのよろめくように美しい。 ほとんど東洋風な配置、この上なく微妙なクリーム色とグレーの帯を背景に適切に抽象された姿と述べている。このデザインは海と空の4本の水平な帯からなるが、これはカモの身体左の一輪は上がろうともがいていて、その反量は同じような姿勢であるが90度回転してすでにぐったりしているマイナスと波頭とが形作る一連の 垂直なり遮光する形によって結びつけられている。加えて、トリラの水かきのある足とくちばし、そしてボートのへさきは、波のギザギザした輪郭を反復している。漁師たちの姿は半ば隠されて、曖昧な位置を占めており、彼らの髪型の線が表しているのが地平線なのか、それとも霧の岸なのかは、はっきりしない。この線の髪型には、 赤みがかった銀色に描かれた太陽の縁がある。右側には構図全体への簡単符の役目を果たすちぎれ飛ぶ羽毛が描かれている。この絵は1909年1月30日、ニューヨークのロードラー紹介のギャラリーによって受け入れられ、そしてギャラリーによって宝次郎がもあるいは口笛のような音を立てるかもと説明された。ダウンズによれば、この絵は 最初はホーマーが題名をつけないまま展示されたが、後に、漁師が射撃の際に叫ぶ、右と左、という声から名前が与えられた。これは二連式さん。最初の所有者、ランダル・モーガンは、ニューヨークで最初に絵を見た時に、ホーマーの意図についていくつか質問をした。彼は最も大きな波の方向、そして、 絵の正面に描かれた水の上乱の原因について尋ねたが、彼はこれがカモたちが節字の途中で飛び立った後であると考えていた。この質問は画家に取り継がれたが、しかしその返答がどのようなものであったかは不明である。1909年8月3日、モーガンは絵を5000米国ドルで買い、そのうち4000米国ドルがホーマーに渡った。これは、 史料に関する題材の絵であり、人気のある逸話的な伝統に属するものではあるが、その題材の暴力性と、ホーマーの死の前年に描かれたという事実から、右と左は、刑事上学的な解釈を招いてきた。美術史学者、ジョン・ビルマーディングは、この絵が、これらの生物を生と死の狭間において提示する、ことによって、死に光を当て、その瞬間性と普遍性の感覚を、 具現化したのだと述べている。この作品は、ホーマーの狩猟絵画の総決算であり、この題材を、ほとんど遺言的な最終性をもって提示している、ものである。ホーマーにとって修正続いた狩猟への関心を、要約する作品であることや、彼以前の画家たちの諸作品からの影響といった点に、加えて、この作品には、現代的な皮肉の意味も意図されていたかもしれない。 1908年当時、人間にとって空の旅は新たに出現したまだ変化しつつある事象であり、飛行には冒険と危険が付きものであった。彼の世俗的で絵画的な知性を考慮に入れれば、ホーマーが右と左に近代生活のこうした側面への言及を意図したということもあり得るだろう。ありがとうございます。